土は、ドンキドンキとは、葉はいが固く重みのある金槌や棒などのような器具。多くは、狂気として使われる際に言われるため、大体となりうる物体の総称とすることもある。また、鋭利でない刃物も含む。刃がないだけに表面を鋭く切り裂く能力はないが、相手を傷つけない部を粉砕する能力がある武器として、用いることができる。重たいものをぶつけるのは相手にダメージを与えるという、 意味では、それなりに、重要なものであり、その意味では、鈍器は、武器として、有意義である。特に、歯がないことは、迂闊に触れても、自分自身が負傷しないことを保証するものであり、素人にとっての扱いやすさを保証する。鈍器としての性質を利用した純粋な武器としては、土鉾などが挙げられる。RPG などのファンタジー作品においては、 むやみな殺傷を禁じる戒律などの宗教上の理由から刃物を持つことができない僧侶の武器として設定されることが多い。また、重量のある書籍を比喩的に鈍器と称する例もある。広辞苑岩波書店1998年。ISBN40 億80万1120。分厚く高価な。 ドンキビジネス書が増殖中コロナ禍の在宅増、先行き不安が影響。産経ニュース。2021年5月19日閲覧。ありがとうございます。